た時に、あの毎週、うん、あのいらしてるくれるリスナーさんで、すげえかっこいい。いつもあの帽子かぶってる。そう。すごいよ。あと30秒です。はい。あと30秒。飾る？ごゆっくり。それはそうです。へえ、すごい。ね、浴衣の人って何着てるの？え？ T シャツ？長襦袢。長襦袢？うん。何それ？あ、いや。今日はゆったり喋れるかもしれないな。あと10秒。バージェイジェイ。5、4、3、2、1。メールなんつって。とうとう開けてしまいましたね。 FM ギノワンのパンドラの箱。始まりました。ひょんなことから映像制作会社 AVIC で知り合った4人のメンバーがお届けするドタバタトークバラエティー、びっくりラジオ。この放送は毎度おなじみバナとひとみんとたかみとサンチェスの4人でお送りします。はい、第97回8月10日のメッセージテーマはこれぞ夏。夏。皆さん教えてください。夏を楽しむってどういうことですか？変だと感じるかもしれませんが、私にとって〇〇が夏の始まりですなどの皆さんのテーマトークだけでなく、その他のメールやコメントも募集しております。7時15分頃にはスポンサー紹介、今週もお得情報や裏話が満載です。7時40分頃の月1コーナー、高見の悶々妄想曲。妄想が巷にあふれかえっている昨今、皆様の妄想を一緒に叶えてみませんか？私パーソナリティが皆様の妄想を再現し、その妄想を元にトークしていくコーナーです。お楽しみに。7時50分頃からのエンディングでもリスナープレゼントやこの日の投稿の MVP を決めるびっくり賞などなど、最後までお楽しみが満載です。大丈夫？なんかキャラクターってあってない気がする。暗い。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmgino1.com avic@fmgino1.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、リスンラディオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワンのホームページをご覧くださいね。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで困りのきく映像プロダクション、有限会社 AVIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件。それでは AVIC ラジオスタートです。スタートです。スタート。ビックビックラジオ。はい、こんばんは。こんばんは。はい、びっくりラジオ FM ギノワンから生放送でお届けします。はい、8時までよろしくお願いします。よろしくお願いします。わっしょい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 。お願いします。こちらです。はい、おい。誰よ、もう初っ端からなんか意味わかんない話なんだけど。これがエビックラジオですよ。新カレ、はい、はい、噛んだね、うん、噛んだね。早速新キャラ小蛇さんが黙れ今日でお蔵入りです。言うな。はい、はい、皆さんすいません、先週はね、急にすいませんでしたね。本当にどうしたんですか？あの、食中毒になって。食中毒ね。夏だね。夏、本当これぞ夏。食中毒だな。何だったんですか？あのさ、普段食べ慣れないやつを食べるとさ、うん、やっぱ来るんだね。何食ったの？あのね、あの隠れ家的お店で、はい、ちょっと、まあ、接待で行ったお店なんですけど。はい。で、生牡蠣と、うん、あ、お刺身と、はい、いいですね。
レアな肉、レアな肉、レア肉、はいはい、そうそう、このお刺身もまた新鮮なやつじゃなくて、うん、そのお店がこだわってるあの何日か置いた燻製のお刺身、そんなのあるの？あ、熟成肉のちょっとお魚バージョンみたいな、そんなのあるの？あるのよ、ありますよ、めっちゃ美味しくて、これが美味しいんだ、もうすごい食べてさ、名前何それ？いろいろあったよ、あのサーモンもあったし、うん、カツオのたたき、あ、そんな感じなの？そうそうそう、そうじゃないですか、その燻製にしたやつの名前が知りたかった、あー、そのまんまだ、知らんよって言いたい、言いそうになるけど、サーモン燻製にしたやつですって出るの？そうですね、でしょ、なんか気にならない？調べますか、うん、調べたい、わかんないですね普通に刺身って出されたよ、うん、刺身って、お刺身の盛り合わせって、うん、大丈夫なの？ね、生物だけど、いやでも美味しくって、うん、とっても、はいはい、全然そういう衛生面とか悪いわけじゃないと思うんだけど、うん、単純に私が永遠の1秒の舞台終わって、はいはい、免疫が弱ってたのもあるし、うん、はいはい、夜遅くに食べたの、うん、で、どうぞどうぞ食べて食べてってあちらがすごく笑顔でね、うん、嬉しそうに言うもんだから、ね、残せないじゃん、残せないね、全部食べて、最後の焼き魚まで全部食べて、いいじゃないですか、やばで、よくなんかもうその後からちょっと体調崩してから、うん、女体盛り合ったとかじゃないの？あ、女体側で風邪ひいちゃったとか、誰が、ね、私が、そう接待でしょ、熟成肉ね、どんな接待よどっから食べるの？めっちゃ体張ってる、女体盛りしたくないですか？したくないですか？したくないですかっていうかどうなんですかね、だからね、いくらギャラいくらですかね、もしやるとね、いくらぐらいの、いくらだったらやる、やるとこあるかな、いくらだったらやる、私、うん、やらないよ、やらないんだ、やるわけないさ、でも盛る側だったらやるでしょ、盛る側だったら、あ、やりたいね、それはでしょ、怖っ、いいんかい、やってみたい、それは絶対やる、俺やられてる人泣いてますよ、号泣してます、そしたら2年目のあのやつで、2年目のやつで100回記念とか、下半身どうする、僕たちはどう処理すればいいわ、下半身ってキャタイシンってどうすればいいわ、下半身ね、下半身、下半身ね、下半身、下半身はそのままでいいんじゃないですか、何かのそのまま、何かの貝のなんかに似てるからいい、あの大根のなんかもじゃもじゃしてるの名前なかった、あれ大根のもじゃもじゃしてるのあるさ大根のもじゃもじゃ、何でした、刺身にある、妻ね、妻ね、あ、それそれ妻、うん、それそれを下半身に持って、スマをかき分けて食べれってこと、そうそうそう、うるさいわうるさいわ、持ち上げたらこれじゃないわみたいなもう戻すの、あ、戻す、あ、すいません、いや、もうホヤですね、はい、ホヤ、まあ、頑張っていきますんで、ね、ぜひちょっとすいません、お食事中の方々、はい、ね、ビックリラジオコメントも止まってるから、ね、拾いましょうか、はい、拾いましょう、はい、おなじみの方々が今日もいらしてます、うん、はい、いらっしゃいませ、これどっからだろうね、こっちからですね、こっちからか、はい、あ、はい、あっちやっとハッチですね、ハッチアットリスナーさん2人合体してるありがとうまーす、ポポポポ、こんばんぬーということですね、浴衣、浴衣、そう浴衣だ、はい、私今日浴衣で、ね、浴衣の下は長ビキニ、長襦袢、長襦袢がわからない、長い襦袢、浴衣の肌着みたいな、うん、そうですね、何それ、あるんですよ、うん、うん、そう、白い、嫌だそんなの、でも一応透けてるよ、あ、マジ言うなよ、じゃあ、まあいいかなブラとかしてんのもちろんさ、あ、するんだ、するするする、しますよ、普通、すます、すます、すますの、すますの、ほんとなんか昔の人って、その長襦袢だけなんですか、あー、江戸ら辺の人は、パンツは履かないってよ、まあ、ブラもないでしょ、昔は、ないでしょ、ないから、うん、なんで興奮してんのでそれをちょっとやってくれないと困るんだよ、ね、あ、やってくれないと困るって困る、はい、シュートさん、ひとみんさん、バナさん、たかみんさん、サンチュウさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、元気ですか、ひとみんさん浴衣似合ってますということで、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、シンダとアッチーさん、こんばんは、後ろから見てます、あ、お、ん、来てる、あー、いた、もう後ろが見えないからね、今そうそうそう、逆なってるからね、いや、もうなんかホラーかと思ったよ、今そう、柿やばいねってアッチーさん、そうそうなんですよ、当たったことないな、俺、ね、俺もないです、ない、ね、大好きだけど、当たったことないな、うん、私も大好きなんだけど、うん、考えたらさ、去年も私食中毒で休んでさね、うん、休まなかった、去年のことは何も覚えてない、食中毒かどうか分かんないですけど、ちょこちょこそうそう体調悪くなってるイメージあるんですよ、うんうん、去年休んだやつも確か牡蠣食べたんだよ、え、牡蠣怖っ、同じことしてんのだからちゃんと合わないんだはず怖っ、食中毒大好きなんだけどさ、生牡蠣がダメなんだはずね、うん、なんかなかった、これ食って、うん、これ食ったら、うん、これ食っ、何これ食って、あ、例えば牡蠣とか生物食って、そうそう、食中毒になり、食べ合わせね、そうそう、食べ合わせ、うん、なんかそういうのないの、なんだっけ、梅干しとうなぎとか、あの、それは迷信らしいです、え、そうなの、関係ない、嘘でしょ、要は夏の時にうなぎが、うなぎって定着したじゃないですか、うん、その前は梅っていうか、要はちょっと酸っぱいものが夏といえばっていうイメージが、うなぎに取られたから嫌がらせで
要はかけあそうなのっていうのを言ってましたよ、他にもでもあるよね、はい、なんだっけ生姜なんかありましたよね。なんかあったね。え、そうなの？初めて聞いたけど。いっぱいありますよ、なんか。あるあるある。レッドブルとご飯はやめとけとか。なんで？美味しくないですよ、絶対。あ、なんか合わないんですよ。単体、レッドブル単体は美味しいんですよ。いや、なんか合わないじゃなくて、今食中毒の話だから。あなたの合う合わないじゃないけどね。最高の組み合わせじゃないからね。そうだね。はい、なんでそれで組み合わせるの？そして。すいません。はい、ハッチーさん、盛られたかは？あ、さっきのね、女体ね。あ、そういうことか。ね、はい。あっちやりたい。あっちさん、先輩が近くで飲食店オープンしたから少ししたら移動します。向こうに顔出しに行きます。あ、行ってらっしゃい。あ、そうなんだ。いやいや、時間までゆっくりしていってください。何飲食店気になる。なんかね、ギノワンでやってるんですか。ちょっとそこ教えてください。ママも教えられるあれだったね、はい、教えてください、はい、サウロお兄さん、こんばんは。羊が 25,855 匹。夏じゃないね。6時間ぐらい数えてる。これぞ夏だからね。だいぶ寝れてない。だいぶ寝れてないね。大丈夫。だいぶ数えてるけど大丈夫ですか。2日目か。徹夜の。ほんとね。はい、ということで皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、今日のテーマ、これぞ夏。これぞ夏。はい、皆さんこれぞ夏について何かエピソードありますか。あのね、皆さん、はい、知ら、あの夏といえば何ですかっていうのをまず一人ずつ聞きましょう、うん、せっかくだから、はい、あー、はいはい。俺は、本当に申し訳ないんですけど、夏といえば、夏ポテトなんですよ、俺は。何それ。んスナックの夏ポテト。ああ、夏シリーズが出るってことね。夏ポテト、いや、夏ポテトです。え、カルビーの夏ポテトなんです、俺の中では。だから、今のうちに言います、一発目に、しょぼいから。一番最初のハードル下げますけど、夏ポテトの梅味がと、もう夏に絶対食べるぞ、俺は。美味しい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 、あの、夏限定？夏限定です。そんな違う？美味しいんですよ、だから夏しか出ないんで、夏が時期ってこと、ポテトって。いや、なんですかね、でも春っぽいですけどね、春いや、ポテトじゃないでしょ、もう春やしじゃ。メインはポテトじゃないですよ。まあまあまあ、梅でしょ。そうそう、美味しいんですよ、なんで、もう夏ポテト食べたら、あ、夏来たなっていう、俺はね。それは離島の人だ。一番最初です。いやいやいや、そんなのじゃない。花火とかってすげえ嫌その顔した。すげえ嫌その顔した。今日は聞いてくれてるのかな。聞いてくれてますよ。マジ聞いてくれてます。メールも送ってくれる。うん、昨日、あの、先週ママ聞いたよ、聞いたよ。ママすごいね。すごいよ。すごい、いや、わかんないですよ。家族ぐるみで。いや、どう見ても俺の幼い頃のか、あの、食卓の映像だったけど、はいはい、父親がやってたけど。バレる気満々で送ってくれたんだね、お母さん。いや、まあ、ありがたいね。その後に、メール送ったよって LINE が来たんだ。わかっとるわ。じゃあラジオネームをね、次回は、高見がつけてあげたらいい。高見のママさんとかがやめとけ。そのままバレるだろ。バレます。お袋オブザ高見とかおかしいでしょ。俺の名前入れないでください。高見ね創造主とか。いや、高見ね創造主。創造主。俺を作ったみたいに言わないで。高見創造主。サウロ兄さんからも来てますよ、夏といえば三尾さんかな。三尾って何。三尾さん。え、なに三つる。じゃないね、三尾。あの詩の人ですか。三つるでしょ、だからあれ三尾さん。間三尾ってこと。あーあーなの。そして絶対違う。あーって感じならんけどな。いや、絶対あれでしょ。千田三尾。こっちのせいでしょ、ごめんなさいね、これボケでしょ。分からんかった、拾えなかった。そう、こっちのせいですから、すいませんね。千田かな。ね、懐かしいですよね、千田。あ、そういう意味で夏ってこと。あ、ちょっと深く多分喋るなあれじゃないですよ、本人。ここまで掘り下げてほしくないで。てかね、多分とりあえず何か言ったら拾ってくれるだろうみたいな。そういう分析いらないのよ。こっちも草で言ってきますよね、そういう分析ね。そうそう、たまにあるからね。あ、そう。ね、梅ポテトあるさ、梅干しじゃダメなの。あ、梅は全部好きです。梅干しも好きだし、納豆に梅干しも入れるし。あ、美味しい美味しい美味しい。この、あの、茶漬けも梅茶漬けが一番好きです。あー、いいね。で、おにぎりも梅が一番好きです、俺。わかる。梅が大好きなんだもん。はい。だから俺たち猫大好きだね、じゃあ。は？名前梅だから。あー、だから好きです。かわいい。誰だ。かわいいでしょ。かわいいってか誰。そして見たことない。超かわいい梅ちゃん。サウロ兄さん笑ってるし。ありがとうね、すいませんね。笑うな。ていうか俺の梅ポテトいいわもん。そしてだから切り替えて広かったね。そうそう、すいません。え、サンチューさんは夏といえば夏恋。あー、恋。なんか夏が来るたびにいろんな恋をしてた気がする。へえ。広げたい話だな。うん、まあ一応常日頃から恋はしてるんだけど。これパターンあるんですか。夏にこの初めてデートっていうか、こう意識した相手と行くとしたらどういうコース行くんですか、夏は。夏、何でもあります。花火とかもやってたり。夜がいいな。夜夜ね、やっぱりちょっと昼間暑いから
太陽が沈んでちょっと体がほてるぐらいの時期がいいな。はい、昼間太陽でほてった体を、はい、夜さらにお互いでほてらすっていう。うん、あんま言えねえぞこれ。なるほどろ。あんま言えねえぞこれ。ちょっと怖い。怖いな。何これ。怖いな。何が怖いの。大丈夫かな。大丈夫かな。何を言うの。ね、俺大丈夫。大丈夫じゃない。大丈夫じゃない。自分で自制してちゃんと。でも夏ってなんでかな。なんかみんな恋してない。あ、でもなんかそうだね。野生的。あ、野生的。野生的になるよね。野生的になる。うん、開放的になるから。まあね、バーベキューやったりね。海行ったりするから、ね。そう、バーベキューとかもね。うん、沖縄なんかね。そういう時のなんか男女のね。そうそうそう。芽生える、うん、お酒って怖いですよね。怖いよ。お酒は怖いですよ。本当に怖いよ。夏の飲み過ぎたバーベキューの後の救急車来るからね、すぐ。そっちかい。すぐ通報されるからね。そんなに変なことすんの。通報されるような。うーん、瞳は瞳夏か、なんだろう。そうね、あんまイメージ、うん、ないもん、ないですもんね。夏よりも冬っぽいでしょ。うん、そんな感じ。冬とか津軽海峡冬景色とか歌いそうだ。あー、なんかそんな感じだね。夏にね、着物のね、はいはいはい、浴衣ですけど、着物とかもね、カラオケで歌いますね、うん、そう、歌いそう。でも夏はね、やっぱり祭りとか浴衣とか花火とか、北島三郎ね。まあ演歌か、やっぱりどっちか。演歌なのか。夏かな。面白いの出てこないね。バラさん、花さんはちなみに。え、面白いの出てこない。鳥ですよ、鳥は。まあ月並みだけど海とか、うん、夏休みはずっと石垣に行ってたから、はい、学生の頃は1ヶ月まるまる行ってた、はい、バイトなんですか。あのばあちゃん家があったから、じいちゃんばあちゃん家が、はいはい、そっか、うん、ああ私も行ってましたね、うん、夏は、はい、離島の雰囲気は多分違うかもしれないですね。そこでも本当に比べても、うん、絶対離島の方が夏って感じがするはず。クーラーとかないでしょ。うあったよ。あるある。普通に、うん、普通にクーラーとかない。俺のイメージよ、なんか昔のなんか扇風機で蚊取り線香もう6個ぐらい置いて。蚊取り線香6個置かないと蚊知らないとこないからね。大体そうでしょ。でもいや、二酸化炭素中毒で死ぬけど。面白い。面白く、いや、もうそろそろこんな時間になっちゃったね。あ、もうエンディングか、はい、早いですね。さよなら。エビック紹介です。はい、エビック紹介お願いします。行きましょう。はい、今週はですね、はい、前も一度紹介したと思うんですけど、うん、写真の修復です。あ、はいはい、サンプル持ってきました。こんな感じですよ。お、すごい。わ、だいぶ痩せるんですね。確かになんか痩せたように聞こえる。目もくっきり二重で、うん、この白黒の映像に色をつけたりとか、はい、とか、はい、あとですね、あのよく見てください。洋服も変わってるんですよ。本当だ、ね、本当だ、うん、本当だ。え、これどういうことですか。合成ってことですね。合成ですな、簡単に言うと。あ、合成。へぇ、体はこれ本人ですか。体、もともとのは白黒のやつはあれは本人だけど、はいはい、下は別の人。へぇ、そんなことできる。大丈夫なんですか。大丈夫だよ。まあ、なんか違和感ないですよね、見ても。一応違和感ないね。ね、うん、すごい自然に。違和感ね。だからまあ、主な使い方としては、ね、昔のやっぱり写真だとボロボロになって本当に色も合わせちゃって、うん、はいはい、あの傷だらけっていうのを直すっていうのが割と最近増えてますね、うんうん、はい、うん、俺もやりたい、うん、なんで最近写真を、うん、俺があの仮面ノリダーの あれあー、ね、いいねいいね、あのヘルメットかぶってノリダーを見てる写真があったんですけど、はい、結構ボロボロで、うん、そうだね、ティッシュで拭いたらガサって取れちゃった。あ、表のところが。やりがち。それも修復できるんですか。そうそうそう、できるんですか。だからその背景とかだと、はい、あの似たような背景を探してコピーしてもらってくる。はいはい、やろうじゃ、うん、やろうやろう、ね、例えば瞳とかだと この浴衣姿のやつを水着にしたりいいっすね。できるんですが。いいっすね、うん、なるほどね。あ、なるほど、はい。というわけで変な音がない、はい、写真の修復、はい、ABIC の大山店と合わせ店両方で受け付けておりますので、はい、はい、ぜひぜひご利用ください。よろしくお願いします。はい、で曲ですね、はい、今日あのリクエスト先週かけられなかったんですけど、はい、うんと何さんだっけ。進撃のめいちゃんですね。めいちゃんさんですからの、はい、やった、これ元気出るよね。あー懐かしい。好きそう。
あのマスオさんちょっとギリギリすぎて怖かった。すげえ来てる。家に使えそうって。ダメよ。さあでもほとんど。でもよくあるんじゃないですか。それはね。絶対そうでしょ。それは葬儀屋さんがやっちゃうけど。あ、そうなんですね。もうあるんですねやっぱり。結構自分で選んでる方いますよね。そう。就活で。就活か。あと40年後ぐらいかな。どういう意味？マスオさんまた。くれない毛は出ません。くれないに毛は毛がれるです。毛が出る。ああ、なるほど。くれないに毛が出る。毛は出ません。頑張ってねってよ。ありがとうございます。見に来てください。浦添ののりさん、ありがとうます。こんばんは。ひとみん以外もいますよ。ひとみんこんばんは。いますからね。もうあとサロンにしてもナトゥって。ナトゥ。ナトゥ。ナトゥナトゥ。ナト。夏は夏と停電は妊娠を増やします。あ、まあ、これでもしょうがないことですよ。そうなの？梅雨とか。うん。あともう大体年末年始とかね。そうなんだ。あ、だから8月生まれ。今方気づいた？ 8月生まれ多いんだよ。そうそう。そう。だからそれをさ考えて。8月生まれめっちゃ多い。そう。そうっていい。確かにね。俺も8月ですよ。後ろに貴重の幽霊がいるって。知られてるよ。あれは貴重さんなんですか？貴重さん。貴重さん。うん。OBP っていうアイドルグループをすごくへぇ、あ、沖縄美少女プロジェクト、そうですね、はいはい、図鑑だ、うん、いつも多分ライブ前結構早い段階からいるんですよね。あ、そうなんだ、うん、へぇ、すごい大ファンだし、すごい、ひとみんの顔だけ切り抜いて、うん、いろんな顔、アイコラでしょ。俺がやりますよその作業は。大きいやつにしてください、おっぱい。ダメ。でもアイコラって難しいんですよね。自然にやるのは難しい。めちゃくちゃ難しいですよ。あ、そうなんですか。下手くそで。いや、自分でやるほどの俺動力いいな。俺もエビクル働いてる時ずっとやってましたもん。あれ昔だからやってましたよね。無駄な力使ってる。休憩時間だよ、休憩時間。休憩時間。そう。水着消して、うん、おっぱいを当てるんだけど、うん、なかなかしっくりこないわ。あ、やっぱ色味とかそうだし、色味とか角度もそうだし、うん、まあね、透明からおっぱいじゃないから角度難しいんですよね、本当に。不自然になるとね。興味ねえな。あれ、これやったことある人いるかな、ちょっと話聞きたい。いや絶対き、なんか昔だったらハサミで切ってとかあるんじゃないですか、顔だけ。簡単すぎる。マスオさんウンディになってるよ、すごい。すごい。じゃあマスオさんがもうコメントばっかしてるからでしょ。開けたらメール読みますか。そうですね、そうしましょう、うん、そうしましょう。あ、じゃあこれちょっと、あと1分ほどでしょ。ではでは皆さん、続きはツイキャスで楽しんでいただけたら。バイバーイ。おはようございます。 あと3コインです。もしよろしければ、はい、コインをいただければ1時間延長できますので。コインくれましたよ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。あと3コインですね。お、コインがどんどん増えていく。 あ、 あと2コイン、ありがとうございます。お、次 CM。 お、増えた、コインが。ありがとうございます。嬉しい。あ、やった、ありがとう。これで5個。5個。あ、大丈夫です。すごい。ありがとうございます。やったー。やった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 の。5個すれば。はい、お送りしたのは葉っぱ隊でやったでした。葉っぱ隊のコマーシャルの後も続きまーす、はい、俺イチョウの葉っぱ。俺は何がいいかな。俺キノコの山。ちっちゃちっちゃくない。せめてしめじぐらいにしないと。しめじぐらいだな。ちょっと山っ、しめじの塊ぐらいだな。もう陰謀でいいでしょ、はい、それ言わないで。だってそれで隠すって陰謀でいいよ。なんか今日暑いね、こっち。暑い。いや、別に俺あんまり。あ、マジ？いいくらい。俺だけか。俺クーラーが苦手なんで。俺もクーラー苦手。そう、ほんと。ほんとだよ。寝てる時何クーラーつけてます。クーラーつけてる。つけてるんですよね。俺つけてないですもん。婚活先生って初めて。うん。あ、初めてじゃない。違うよ。あ、これマスオさん前から。FM ギノワンで。ああ。違う？そう、やってるやってる。やってますね。やってる。マスオさん。ええ。10秒。3つ使ってます今。あ、そういうこと？え、マスオさんとこれ。一緒。山。始まるで。全員一緒ってこと。エイビックナンバーワン、イッチェス。エイビックナンバーツー、ニーチェス。エイビックナンバースリー、サンチェス。3人揃っても1人は1人。エイビックのエイビックイラジオ。
FM ギノワンから生放送でお届けしております ABIC の ABIC ラジオ、はい、今週のテーマはこれぞ夏です。はい、はい、メールアドレスが avic@fmginowan.com です。よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。ということでメール来ております。ラジオネーム、はい、ほっぺさんありがとうます。ほっぽぽ、皆さんこんばんは。ひとみさんおかえり。いいですね。ありがとうございます。食中毒治ってよかったですね。よかったね。もう皆さんすいませんね、本当に、ね、本当に普通の食中毒ですよね、うん、普通に牡蠣でしたね。多分牡蠣でしょう、はい、さて今週のテーマこれぞ夏、連想するのは花火ですよね。花火ね、うん、やっぱそうだよ。でも祭り会場での混雑は苦手なので、うん、混雑には巻き込まれないように会場から離れた高台から鑑賞をします。わかるかも。これよくありますね、うん、でもみんな同じこと考えて結局どこも混んでるんですよね、まあ、ね高台でもね、うん、みんな同じことね、うん、もちろんちゃんと花火は見える場所、その場所は 前もって調べてから行くから行き帰りも超スムーズ。花火は好きだけど人混みが苦手な方にはおすすめですとこって。確かに混みますからね。私もそれやる、うん、あの手だこ祭り、うん、この間の この前だった。もうそうですよ、もう終わりましたよ。終わったけど。あ、そうなの。7月にやってました。みんなね、運動公園とか行ったりするよね、うんうん、手だこも混むしな、あっちも330も混むから。でも行きたいんだよな、うん、手だこ祭りさ、うん、小学校の時よく行ってたけど、うん、球場の周りまでギリギリまで行けるわけ、うん、だから、うん、あそこで寝転んで花火を見るのがすごく好きだから、うん、いいね。あー、いいですね。とっても綺麗だわけさ。結構お金使うんだよね、もうお祭りってね。あーね、びっくりするからお金なくなるよね。あれなんですかね。ね、でもやっぱり祭りだからやっぱ買っちゃいますよね、うん、食べ物も飲み物もだし、うん、ね、ちょっと遊んでしまったりね。下ばっか向いて歩いてるなお祭りの時は。何ですか。お金が結構落ちてるんですよ。サンチューさん、翌日とか行ってたでしょ、朝。よ、行ってたね。地元の祭りで行ってたよ。じゃあ弟も行ってたわけ、うん、翌日朝行ったらいっぱいお金が落ちてる。そうそう、落ちてるんだよ。落ちてるんだ。結構落ちてますよ、落ちてるっつってから。もう全部交番に届けますけど ね絶対嘘。絶対届けるけど ねそんな偉い人いるの。ここにおる。ここにおるで。今ちょっとこれ言わないとやばいなって思ったでしょ。いや、思ってない。届けるって言わないとこの話やばいなって思った。電波乗ってるからはい、ということで まだメール来てます。来てますよ。もういつ来てますね。読みますか。ですね、読みます。ですね、進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。ポッポー。 ABIC のびっくりチームの皆さん、お疲れ様です。はい、今絶賛お仕事なので再放送で聞かせていただきますね。では夏といえば、私の場合はやはり夏というと夏フェスですね。あー、ライブね。いいね。好きな音楽を聴きながらのフェスティバル。お酒も入る。明日から2連休何しようか模索。沖縄ってなかなかいろんなアーティストが集まる夏フェスってないんですよね。ではまた来週です。あー、そうか。確かにないね。フェスね、単独はねありますけど、うん、フェスってなったらあんまないですね。もう遠征しかないんじゃないですか、うちなんちは。今もうやってないんですけど、フェス。こう沖縄でこう有名アーティストが来るフェス。まあ、うん、あれ歌の日とかですか。あー、歌の日じゃない、うん、あー、昔あったけどな。高校の時ロックバンドのフェスとかありましたけどね。離島であるやつあったよね。宮古とかありましたよね。宮古、今もありますよね。結構いろんな島で行ってる。宮古とかは沖縄にボーンって来るのがあんまりないですからね。そうなんだ。来てほしい。絶対楽しいのに沖縄、うん、絶対楽しいですよ、うん、そうね。でもなんかあれ、やっぱりこっちに来て、うん、やっぱ開催するのはちょっとお金かかるんですかね、やっぱりね。まあ、遠いからかかるんだよね。経費が。それも怖いんですよね。宿泊しないといけないし、機材とかもね。まあ、集客とかも結構ね、うん、沖縄だけだと大変だったりするからね、うん、思い切って遠征に行きましょう、皆さん。行きたいね。楽しいですよ、フジロック。旅しながら、うんうん、サマソニック。よく行ってるもんね、サンチェさん、うん、フジロック。私、向こう行って舞台 見に行ってみたい。あ、行きたいかも、それ、うん、いろんなの見たい、いいね、東京とか。内地で見たことないかも、舞台は。本当、普通にね、うん、舞台で有名人出てますからね、うん、そう意外にね。あの、永遠の1秒さ、あの、過去にあれ出てたよ、あの、レイザーラモン。あ、そうなの。そうなんだ。そう、出てたの。HG さんが。そう、東京で。誰役。細野だったかな。細野女王役。あ、じゃあ3人の中の。はいはい、そう。へぇ、そうなんだ。役やってた。今度10月にまた東京でやるみたいなんだけど。そうなんですね。そこでは HG さん。今度行ってみたら、内地。だからね、見に行きたいわけさ、10月。そんな高くないよ。あ、ほんと？飛行機とかも安いし。うん。LCC で行ったらね。うん、全然安いし。何千円で行ける。カプセルホテルもあるし。あ、そっか。うん。フェスはめっちゃ高いですよ。チケットがまず高いですから。あ、フェスはね。フェスは。フジロックとか場所も場所ですからね。うん。だから沖縄で遊ぶよりもお金貯めて、
でフェスに行くっていう人も結構友達でいますね。沖縄で一切お金使わずに、はいはい、遠征してあっちでお金使うとか。ああ、うん、いいねそういうのも、うん、正直いっぱいいるね。まあ沖縄でそれだけ遊び尽くしてるんだろうね。そういう人もう沖縄はね遊び尽くしたからね。じゃ あ続けてきてますね。メールどんどん見ましょうか。見、ね、ましょう。はい、終わりましょうか。はい、お願いします。びっくりネーム、ポチさん、ありがとうます。ポポバナさん、高見さん、ひとみさん、サンチェスさん、こんばんは。こんばんは。ひとみさん、もう風邪は大丈夫ですか？はい、大丈夫です。今回のテーマはこれぞ夏、うん、ようやく夏休みに入り、昨日はゼミのみんなで海に行ってきました。いいね。学生なんですね。いいです ねバーベキューしたり、海に入ったり、これぞ夏、うん、しかし、ひょんなきっかけから乗ることになったバナナボートが恐怖の始まりだったんです。どうなった？猛スピードで進むボート、うん、布を裂くような叫び声、うん、攻めのカーブ、耐えきれない遠心力、大海原に放り出された私たち。海に落ちてから這い上がるように、うん、バナナボートに乗ってまた海に振り落とされて10分間無休で全身の力をフル稼働させたのは初めてでした。うん、あれ絶対意識してやってますよね、バナナボート。あー、それやってるね。確かに確かに、ちょっと異常に普通に乗られてもって感じなんですか。大変そうこれ、ね、楽しいよね、バナナボート。乗ったことない。嘘でしょ。俺もない。嘘でしょ。嘘だ。俺本当にですか、うん、貴様らうちランチじゃないな。嘘だ。だからね、びっくりしました今ね。嘘でしょ。シュノーケリングもやったことないからさ。あらー、残念。それはマジ、それは俺も2回ぐらい。やりたい。シュノーケリングは簡単だよ。ぜひ久米島に来てください。やったかな。海を甘く見るな。はい。どういう立場急に。誰？海は怖いんだぞ。何に対して怒ったの今。急にだからなんか近くなんか親みたいな立場で喋ったけど。みんなで行こうよ。じゃあもう話が交差してどれに対してみんな行こうよ。行こうよ。行こうぜ。行きたいね。うん、ほんとね、行きたいですね、うん、みんなで、ね、バナナボート乗ろうるの。乗りたい。あ、ちょっと今一瞬乗りたい。乗せたるよ。終了。乗せたるでおい。やめて。ちょっと待っていてよ。早く乗りますからね。はい、はいじゃない。初めは10分間1000円は高いなって思っていたけど、これは納得。むしろ10分長い。私含めゼミのみんなも絶叫系が好きらしくて、うん、みんな大満足でいい思い出になりました。はい、これの夏ですかね。そして家に帰ったら鏡を見て真っ黒に焼けた肌にショック。ショック。ね、でもこれもこれぞ夏ってことですかね、うん、皆さんも日焼けとバナナボートには気をつけてくださいね。ポチでした。あ、日焼け跡っていいですよね。わかります。ほんと好き。ほんと好きだね。そうなんだ。このトーンはもうマジですから、ね、そのほてった日焼け跡をね、うん、ペロッとね、ペロペロッと。いたたたたた。そこを俺のベロで癒してあげるんだよ。いたたたたた。ちょっと氷口に含んでね。痛いってば。トゥルトゥルトゥルって。いいよもう。そんな風に言わんだよ。何の会話じゃ。もう大丈夫、乗ってるんですけど。はい、いいね、日焼け跡。マスオさんからね、何人乗れるのってバナナボート。あ、結構乗れます。普通に10人ぐらい乗れますよね。そんな乗れる。乗れないね。5人ぐらいじゃない。5、6人かやっぱり。1人が限界だなって。どんなよ。どんなバナナボート。あ、俺のね、俺のバナナボートね。2人はいけます。2人はマスオさん、2人はいけますから。2人までは OK と。2人まで OK です。2人まで OK。 2人いける。いけるいける。どうやって。いけるよ。俺の見たことないだろ。見たことないけど。やばいよ。さすが。あ、危ないね。俺のこれ左足じゃないからね。は？左足に見えてるけどこれ左足じゃないから。病院行った方がいいよ。メール来てない。まだメール来てますよ、ね、敏感だな左足。はい、ラジオネームビンゴさん、ありがとうます。ポポ。中本姫香さん、ロボコップ香山雄三さん、うん、安田こんばんビームって、はい、こんばんビーム。今日のテーマ夏といえばについてですが、はい、日によりますがリアルタイムでこの番組を聞けるという印象があります。お、うん、皆さんも存じていると思いますが、はい、下地じゃなくて上半期、下池です。下池じゃなくて下半期だといろいろと事情がありまして、うん、そして今週はお分かりの通り、あちらはお休みということで今聞いております。、うん、皆さんマラソンの練習は大変だと思いますが、体調の方は崩さないようにお願いします。一回来てもらっていいですか。あの、24時間テレビのマラソンってことで。マラソン練習してる人いる？いないでしょ。多分どういう番組かまだ分かってないと思う。そうだね。会いに来てほしい。あの、あと今週お分かりの通りあちらお休みということで今聞いております。相当失礼なこと言ってる。しょうがなく聞いてますみたいな。うるさいわ。まあそれでも聞いてくれてたら嬉しいよね。そうだね。うん、龍角散あげます。なんで？今日も食べてますよ龍角散。シークワーサー味の。ポッポー。使うとこ間違ってる。なんで来ないのかな。毎日食ってんだけどね、龍角さん。絶対来ないでしょ。スポンサー？なんか、うん、どうぞ。
あ、別に何でもない。どうぞって。だってなんかもうプロ野球のスカウトみたいに細かいところまで見てないですからね。うんうん、そうなの？そうでしょ絶対。こんな食ってる人多分いないと思うよ。大体でしょ。大体の量ですそれも。そんなに。俺相当食ってるよ。いっぱいいますよ、留学生、ね、家にストックとかあるからね、もう冷蔵庫にいっぱいあるから。じゃあ来るかなってなんでしょ。よろしくお願いします。ポッポ、中田猫さんも来ましたね。いらっしゃいませ。こんばんにゃー。こんばんにゃー。ありがとうございます。マスオさん、どうした。そう、エービックの24時間テレビしないのってなんかいいアイデアじゃないですか。あ、なんか確かにいいアイデアだね。24時間、何なんか24時間4人でやってみます。やるか。きついな。何やる。今一生なんか面白いと思いませんでした、うん、じゃあもう1時間でも疲れるの。うるさいわ。おい、疲れるって言うなよ。疲れるよ。いや、わかりますよ。24時間やってたとして、ね、でも24時間いけそうじゃないですか。いけるけどさ、絶対いける。ずっとテレビ回る。まあ24時間密着してそれを編集だったりくるんじゃないですか、うん、全部要は24時間振り1人6時間喋ればいいんでしょ。嘘でしょ。いけるでしょ。じゃあ待って、あのさ、一人きつくね。6時間コーナーコーナー。フェイスブックの動画でさえ、うん、結構1時間流してたら、うん、最後一人になりますよ。観覧者患者さんが観覧者観覧者絶対そうですよ。ずっと見るから。だって一人でもね聞いてくれる人がいたら俺たちはやりますよ。あ、24時間いきますよ。やります。マジですか。いきましょう。まあそれはまあネタ考えましょう、ね。まあ、生放送で、しかもラジオ収録でやろうと思ったんですか。収録、いやだから言いました、さっきそれ。編集きついよ。そう、収録して、はい、いいところ編集して、うん、24時間はさすがにね。ひとみんの右乳で4時間を語れるでしょ。いやいや、なんでよ。いける。いやー、いやーって。いけるいける。多分ケインさんぐらいじゃない、見てくれるの。いいさ、なんでやろう。ケインさんだったら見てくれると。いやもうブリンって出してくれるのってなら見えんじゃないですか。出したらもうやばいはずやね。ジャネット・ジャクソンにしましょう。いやだよ。ジャネット・ジャクソンね。うん、懐かしいな、おい。24時間か、難しそうだね。難しいと思うけどな。まあ、やれたらね。うん、やりましょう、やれたら。いつか。エイビックラジオがもっと人気になったらいいね。そうだね。だってさ、もう、あの、人気番組、あの、某人気番組、はい、FM の、はいはいうん。でさえそういうのやらないでしょ。うん。あ、でもお正月は、あ、なんかすごい遅くまでやってる。やりますもんね、うん。2時間40分ぐらいでいきます、じゃあ。まあ何本取りかして1時間分けて1時間ね全編公演とかでいいんじゃないですか。あ、いつかやってみたいな、ね、そこまで行きたいね。やります。はい、目標にしましょう。目標にしよう、うん、頑張って高見。俺なんで俺一人だけ。もういいから次行こう、はい、次行こう。じゃ行きましょうか。はい、ハイサイヒトミン色男の2、3人さん。いや2、3人さんって2、3人さんって、まあ、いるときいないときあるけど。ヒトミン浴衣ヤンバーパンツは関係、パンツは関係。戻ったヤイビー氏が、うん、これでワンのハゲったワタブーの夏だ。これ誰か分かった。モミさんでしょ、これ、ね、すごい分かるね。朝ごはん食べるとき汗が出る。出る。仕事場に着いてドア開けた瞬間汗が出る。ドア開けた瞬間。早さよ。早すぎでしょ。しばらくしたらヒトミンが好きな稲荷寿司見たいのと太ももが擦れてまたずれの初期段階が始まる。どういうこと。初期段階。初期段階なんだ。いやいや、もう青春時代、まあね、お昼そば屋行って恒例偶数見ただけで汗が出る。汗出まくるよな。なんで。病気ですよそれ。仕事終わってお家帰って夕風呂入った。お家なんだ。お家じゃないんだ。お家だね。お家帰って夕風呂入った後丸バイでクーラー全開に扇風機強にして、うん、また葉っぱってまたずれ稲荷寿司みたいのと太ももの間乾かしてオンライン塗ってベビーパウダー塗ったら一日終了。これが終わんの夏。どういうことこれ。もう夏っていうのもオロナミ一日全裸でなんか道歩いてるようなオロナイメージよこれ。お稲荷さんもね。余談やしが、ひとみん女体盛りしたら甘くまにわさび醤油がついてヒリヒリして。へーがさーなインド内地のスナックの女から聞いた。へー、そうなんだ。話は来週やーって。なんでヘイガサーラインドって。なんかおかしくなるばよ、ガサガサ。あ、そうなんだ。思ったけどさ、女体盛りって肉の方がいいんじゃない。肉肉お刺身より。そうそうそう、だってぬるくなるじゃん。熱いべ。あ、そっか、体温でぬるくなるか。体温で刺身ぬるくなるから、うん、生肉を乗せておくんですよ。え、うん、それを取って隣で焼いて食べるっていう。え、でもなんか肉生
なんか怖くない？怖くない。これで食中毒になったら誰に訴えればいいんですか？ひとみんに？ひとみん。なんでよ。でもこれで食中毒だったら本望ですけど。カッチンカッチンで来てください。は？カッチンカッチンで来てください。あ、冷やしてから。あ、体カッチンカッチン。なんで私が体張らないといけないんですか？じゃあもうビン立ちだな。ビン立ちだな。またずれして。なんだっけ？オロナイン？お稲荷さん。はい。はい。はい。コメント来てますね。全部読めた？はい。マスオさんから来てますね。紅に聞かれるの舞台終わりからの24時間ラジオ。きつ。きついね、これは。きつ。一応次もあるので、9月も、稽古控えてるんで。すごいね、舞台ね。ね、あ、ありがたいことに、8月、9月、12月と。これ自分で、その、行くの？あ、オーディションとか。9月のやつはオーディション受けて、オーディションがあるんだ。ありましたね、これは受かって参加することになって、12月のやつは日付変更戦っていう毎年やってる県内大きなイベントなんですけど、それにはあのお声をかけていただいて、初めて出てることになりました。すごい、すごい楽しみですね。声かからないね、俺たちね。かからないよね。出た、出たないからね、まずね。怖がってるんですけどね。来たら出ます？来たら余裕出てる。あ、出てほしい。トライしてみたいね。土曜日です。土曜日出るよ。絶対無理さ、日曜日とかしか休みないんで。毎日やってるから、ね、有給取るわ。有給で済むかな。練習ざおとしないといけないですよ、うん、そうだよ。怖。それも絶対那覇とかでしょ、練習多分。違うかな、うん、那覇、そうだね、那覇メインになるでしょ、絶対。なんか頭真っ白になりそう、舞台立ったら。あー、緊張して緊張するとなったりする。そういう時どうすんの？真っ白になる時？うん、うん、どうするかな。どうするんですよ ね、 ね。私まだ真っ白になるっていうのないから。すごいじゃん。ない。なになに、後ろの人がなんかこう教えてくれたりするの？教えてくれたりするんですか？なんか、あ、でも共演者が助けてくれたりはするけど、うん、どうしようもない時とかあるんじゃないのかな、もしかしたら。あ、もう会話になると、うん、誰かがセリフ言えないと進まないじゃん。そうだよね、うん、だからたくさん出演者がいたら誰かが助け合ってやれるんだろうけど、会話とかだったらお互いの掛け合いだから、相手が言ったらなんか、あ、自分こう言ってなんか頭にありそうだけど、うんうん、例えば一人の超長いセリフとかはやばそうだなと思う。あー、あるみたいよ、うん、ポンって飛んじゃった時とか。怖っ。うん、あるみたい。怖いね、舞台ってね。一人芝居とか一人長ゼリフとか、うん、やばいね。一人芝居は大変そう。ね、怖いですよね、自分しかないですからね、うん、後半ダンス踊るしかないよ。飛んだら打ちして、もうそれいいね。もう踊るしかないよ、本当に。あー、あ、野の中の銀の蛍さんも来ました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。そしてシュプリームさんもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、そろそろこのコーナー行きましょうか。行きますか。はい、抱いていいですか。もんもん妄想曲わっしょい。聞いた、久しぶりの。超久しぶりです。久しぶりだね。5月以来だからよ、ずっと引っ張りに待ってたのに。で、最後にやった、もう妄想曲は、はい、去年の12月です。え、そんな前だっけ、はい、そうなの。サンタクロースとトナカイのやつです、うん、なんかあったな、あれ、はい、懐かしい。あれの次が今のなんですけど、ポッ、うん、8ヶ月ぶり。8ヶ月、何やってたんだお前は。だからよ、まあ、やるタイミングがなかったっていうのと、うん、ちょっと忙しくてっていう、もう本当俺の甘えですね、うん、ということで、妄想が巷にあふれ返っている昨今、皆様の妄想を一緒に叶えてみませんか。私たちパーソナリティが皆様の妄想を再現するコーナーとなっております。さあ、今日も一緒にこのコーナーを盛り上げていただく妄想アクター、いわゆるモーターの皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。そして私、もんもん妄想局長高見です。ということで、今回の妄想の舞台は、はい、ポッキー。ポッキー、ポッキー、ポッキー。あの、皆さん食べたことがあるグリコのポッキー、大好きです、はい、にもし人間のような世界があって、人間のように感情があり、恋愛をし、はい、仕事をしという世界があれば、うん、こういうことも起きるんじゃないかなということで、はい、今回ひとみさんとサンチェスさんに演じてもらいました、うん、だいぶ前にね、はい、だいぶ前に、ほんとだいぶ前ですね。で、サンチェスさんに演じてもらったんですけど、はい、サンチェスさん、ポッキーといえば何ですか。ポッキーといえば、男のポッキーといえば、男のポッキーといえば、男のポッキーといえば、スタンダードポッキー。いやいや、普通のポッキーはありますよ。あ、メンズポッキーか。そう、メンズポッキー。はいはいはい。ということで、メンズポッキーの、ね、若きスターを演じてもらいました。若きスター。そうね。ということで、ポキオを演じてもらいました。ポキオね。メンズポッキーのポキオね。名前よ。で、普通のポッキーチョコレートということで、ポキミ、ポキミ、ひ
とみさんにやってもらいました。あ、極細じゃないの私、極細のポッキー。あ、それは、あの、今から内容で流れてきます。あ、ごめん。まあ、まあ、メンズポッキーの若き、はいはい、バリバリにこう活躍してるスターをサンチェスさんが。で、ポキミは、うん、メンズポッキーのこのポキオの同級生なんですが、もともとミスポッキーチョコレートとして輝いていたんですが、はい、やっぱりいろいろね、年齢も重ねてきて、うんうん、下からも新しいミスポッキーが出てきてってことで、うん、どんどん仕事が少なくなって、で、それから新しいオーディションに向けてですね、頑張ってる最中でちょっと倒れてしまって、はい、その病院のところにポキオが駆けつけるという、はいはい、物語になっておりますので、はい、ぜひお聞きください、はい、バナさん大丈夫ですか、うん、ではいきます、はい、ではスタート。バレンタインの多忙な時期も終わり、やっと落ち着いたポッキーたち。ある病室で眠っているポッキーを見守るポッキーがいた。あれ、ここはどこ。ここはどこって何があったか覚えてないのか。私ラジオの仕事があったはず。今こんなことしてる場合じゃなかった。ちょっと待て、こんな夜中にどこに行くんだ。明日朝から大事なオーディションがあるの。ミスポッキー極細のオーディションのことか。もう終わったよ。もう終わったって。本当に覚えてないんだな。昨日の昼に現場に倒れているのをスタッフが発見した後、この病院でずっと寝てたんだ。なんでそのことしてたのに起こしてくれなかったの。このチャンスを逃したら私。よくこんな体でそんなことが言えるな。ダイエットのやりすぎでこんなに痩せてしまって。オーディションのためよ。ミスポッキー極細になれれば輝いていたあの頃に戻れるの。ポキオだって私の気持ちわかるでしょ。俺が知っているのは付き合っている頃の純粋に頑張っていたポキミだ。仕事がうまくいかなくなってから君は本当に変わってしまったな。しょうがないじゃない。私たちポッキーが今どういう状況になっているかわからないでしょ。ポッキー極細が発売されて以来売れ行きがどんどん減っていった。本数のお得感だけじゃなく、あの細くて美しいフォルム、パッケージを見た女子ポッキーたちはみんな将来あんなスタイルになりたいって言ってるのよ。君はもともとミスポッキーチョコレートだろ。ポッキーチョコレートは今でもいろいろな世代の人間に愛されてるじゃないか。あの頃は良かったわ。パッケージのセンターで堂々と写っていたわね。ポッキーのロゴよりも目立って、もはや何の商品かわからないねって新しいパッケージの撮影のたびに言われたものよ。でも年齢を重ねるにつれてどんどん後ろや隅っこに追いやられていった。今のパッケージではチョコレートのドレスは映らず、後ろの方でプリッツの肌が少し見えるだけ。そんな屈辱を受けたことがないあなたにはわからないでしょ。カッコつけるなよ。健康的な体でスポーツ万能な君は今までのミスポッキーチョコレートの固定概念を覆した。チョコレートドレスの新たな着こなし方をいち早く発信してファッションリーダーとして輝いてたじゃないか。そんな痩せた体でたとえミスポッキー極細になれたとしても誰も君に憧れないよ。ほら、これ渡しとく。何これ。ポッキー大人のミルクっていう新商品が来年発売されるらしい。年齢を重ねた君にはぴったりじゃないかと思ってさ。もうすぐ撮るパッケージのモデルを探してたから俺が直々に推薦しておいたよ。じゃあ俺は帰る。ちょっと待って。いろいろ助けてくれてありがとうね。俺は偶然この病院にいるって話を聞いただけだ。もう今回みたいに他のポッキーに迷惑をかけることはするなよ。ねえ、私たちって
昔のように戻れないかしら。いつ倒れたポッキーが元に戻ることはあるかい。じゃあまた見舞いに来るよ。溶けたポッキーが冷えて固まり、ポッキー同士がくっつくよ。二人の関係も戻ることを期待するポキミであった。はい、ということでちょっと5分ぐらいのやつ、結構長いね。そうなんですよ、ね、うん、対策だ。覚えてないでしょ。一応結構俺が NG 出したことは覚えてる。そうそうそう。何回も取ったな。カッコつけるなよを何回も取り直したんだよね。あと内な口が抜けないっていう。そう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 、そうなんだ。内ななまりで喋ってしまうっていうね。だからこっちもね、沖縄の舞台にしたやつ書ければいいんですけど、うん、自分逆に内な口のセリフが書けないっていうね。そうだね。標準語ってこんなに難しいんだって初めて思いましたよ。まあ、イントネーション難しいですね。難しいね、イントネーションや。イントネーションって呼んでみた。イントネーションや。てか、これもうみんな集中して聞いてくれたのかな。だからよ。俺はもうなんか俺ドキドキしたんですよ。どういう評価かなって。編集のあれとか。編集いいと思う。編集すごい効果音も入ってて、うん、よかったよ。なんか今までね、かつてないぐらい感動的なやつになってましたけど。そうね、ちゃんと作ってた。うん、だから作り込んでたね。BGM つけたらこんなまともになるって言ったらおかしいですこんななんか安心してできるんだなって感じになりたい、うん、ただね、あのツイキャスでマスオさんとスプリームさん、うん、もう後ろの全聞いてないって。機長にしかもう話が言ってない。機長に全部持ってかれたな。なんか後ろが気になるって言って、はい、ギャラリーが、ね、撮影会グラビアやってるのかどうか、なんかそんな話に盛り上がってた。多分あの途中でひとみさんがこう見せたじゃないですか、うん、浴衣を。あ、それでその時にふっと多分後ろにも見えたんでしょうね、うん、あの人たちなんだっていう。私のせいか。いやいや、なんて多分入ったんでしょう。あ、そっか。っていうことだと思います、うん、ああでもいいね、はい、うん、面白い。なんかこういうのも、まあ、ね、やりたいね、やりたい、どんどんやろうぜこれ、うん、なのでぜひこっちで台本の元作ってくれたら、うん、やりますので、うん、収録して、はい、ぜひぜひ送ってください。それもですね、それは何でもいいの、シチュエーションだけでもいいの、こういう風になってほしいとか。あ、そう、こんなのを作ってほしいってのも全然いいです。台本とか作らなくても、うん、こういうのお願いしますぐらいでいいんでしょう。発想とかそういうもう、うん、アイディアでも全然いいですので、うん、蛇口の恋愛とかでもいいんでしょう。蛇口の恋愛いいですね。でもいいんでしょう。お湯しか出ない男の子とほらもう広がってきたよ。冷たい方の女の、冷たいのしか出ないとかね。なるほどね。でも全然いいですよ。いいね。オレンジジュースが出る蛇口がて、オレンジジュースの出る蛇口はね、恋敵にしましょうか。いいね。沖縄だったらさ、オリオンビールが出るやつが。青森じゃん。青森か。泡しか出なさそう。あるけど、一応あるよ。あるけどさ、サーバーがね。サーバーはありますけど。泡盛り、はい、ということでちょっとね、うまい、あの行かないと、CM に行かないとやばいので、はい、はいはい、ということで、もんもん妄想曲でした。ありがとうございました。みんな、なんか厳しい意見でも何でもいいからコメント欲しいんですけどね。ライブがいいのか、ライブ感がいいのか、こういう収録がいいのか、あ、それも欲しいね、聞きたいですよね。まあ、あれは雨で、うん、ただもしライブでやるとしても、BGM をバックにつけてやりたいですね、何か。FM ギノワンから生放送でお届けしてきました ABIC の ABIC ルラジオ、エンディングの時間が来てしまいました。やだ、来ちゃった。早かったですね。はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りいたしました、はい、さあ今週最も面白かったリスナーさんに送るびっくり賞の発表でございます、はい、今週のびっくり賞はドキドキドン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 ドキドキドンドンドキドキドン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 ド
マスオさんです。マスオさんおめでとうございます。おめでとうございます。ということで今週の視聴者プレゼントは、ビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします。プレゼント希望の方は avic@fmukino1.com avic@fmukino1.com までお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。はい、そして次回のテーマのお時間です。読んでみましょう。やっぱりラッパリカモン。夏バテ夏バテバテ夏夏バテバテ夏。あーさっきの女体盛りの営業大変だったいや体ないやし。あーありがとう。なんもないやし。頭からね魚の刺身取るっていうね。いやだ。ありがとう。人参の刺身だろお前は。ありがとうもう早く引いてほしそうにしてるから。引きまーす。はい。マグロ？あ、違うね。マグロじゃないよ。久々に出た黒い人参。はい。黒い人参なんだ？次回のテーマ、怖い話。怖いね。怖い話を送ってきてください。ふふふふ。戻します。なんて何今のクスって言った。だからよ、何を言おうとしたのか分からない、まあ、去年もやりましたけどね、怖い話、はい、ということで、そうね、今年の怖い話、そう、今年は今年の怖い話があるぞと、あると思うの、はい、あると思うので送ってください。告知がありますよね。はい、告知があります。ただいま絶賛稽古中の紅に怪我で怪我怪我出る怪我出るね。くで大に怪我出る。くで大に怪我出る。あと1分、あと1分で大に怪我出る。はい、うるさい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 。はい、紅に怪我れる。はい、8月19、20、土日ですね、いよいよ、はい、本番を迎えます。チケットがもう本当に残り少なくなっております。やっべぞ。初日と千秋楽はもう完売ですね。オーマイガーシュ。19日土曜日夜と20日の昼はまだ空いておりますので、出ますよ、なるべくお早めに予約お願いいたします。お願いします。ご予約は私のツイッター、フェイスブックの方で、受け付けてますので、はいはい、ご覧になってください。はい、はい、あとはもうまた今度にします、はい、間に合わねえってということで、またね来週は私お休みになりますので頑張ってください。よろしくお願いします。はい、はい、寂しい寂しい。はぁ、喋ったいやおかしいでしょ締めに言うの締めますか。楽しかった。締めましょう。ということで、はい、この後みんなでご飯食べに行くんでね、うん、はい、お送りしたのはバナと神と高見とサンチェスでした。それはね、ダッドバイセッツアッドバイセッツバイセッツバイセッツごめん忘れてた。おい忘れんなよそれではまたって言ってください。